こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は仕事が終わってからダッシュで福袋を買いに行ってきました。今日買ったのはこちら、じゃあミスタードーナツの福袋2023です。初めて買ってみました。とても評判が良くて、かなりお買い得だっていうことだったので、ちょっと買ってきました。うちから車で40分ぐらいのところにあるミスタードーナツのショップに行ったんですけど、行ってもし売り切れてたら嫌だなと思って、発売が12月の26日だったんですね、昨日で。電話かけたら、あ、まだありますよっていうことで、予約はできないんですけどって、かなりあるので大丈夫ですよって言われたので、仕事終わってから走ってきました。で、まあ中身なんですけど、まず最初にこれ、ドーナツ引き換え券50個と、福袋の種類が2400円と3600円と5900円の3種類あって、一番大きいのを買いました。5900円で50個引き換えできるそうなんですけど、1個が187円、税込みの187円の以下のドーナツなら引き換え OK なんだそうです。187円を50個買ったら9350円だったんですよね。かなりお得ですよね。だから、あ、これいいかもしれないと思って、で最初はこれ買って長男家にも分けてあげようかなと思ってたんですけど、なんか他の方の動画もう早速アップされてる方いらして、見てみたらなんかグッズ可愛いなと思って、多分孫たちも欲しがるかなと思って、実は2箱買ってしまいました。でこの引き換え券も5月の31日までなので、今度お正月に次男も帰ってくるし、次男は結構スイーツ男子なんですよね。でおやつ買いに行こうかなと思ってます。またその後はゴールデンウィークもあったりするし、まあ、ちょこちょこどこのショップさんでもいいみたいなので、ちょこちょこね買って帰るにはいいかなと思って、5ヶ月あれば多分絶対食べきると思います。じゃあ中身開けてみますね。まずこの箱かわいいですよね。なんか使えそうですね、小物入れとか。あら、なんかこんな感じで入ってます。いろいろ、まず1点目、メモ帳。すごくうっすらとポケモンたちの絵が描いてあるメモ帳です。かわいいですね。今勤めてるのが保育園なので、こういうのを使っても全然違和感ないのでよかったかなと思ってます。普通の勤めであんまりこういうのはこのおばちゃんは使わないと思うんですけど。よいしょ。では2点目。スケジュールですって。スケジュール帳。よかった。スケジュール帳まだ買ってなかったんですよ。スケジュール帳は買っても真っ白なことも多いんですけど、ちょっと来年はいろいろ考えたいこともあるので、スケジュール帳あったらいいですね。仕事用にはちょっと大きなスケジュール帳買ってるんですけど、4月始まりなのでまだ先です。こちら
可愛いですね、絵がいっぱい描いてあって描き込めるし、そしてねこちらにこの中にもクーポン券がついてるんですよ。テイクアウト金額800円以上お買い上げで合計金額から 5% オフとか、あーなんか7月から始まって毎月なんか使えるみたいです。来年の12月31日までのクーポン券、ご優待券というのがついてました。で、これ表紙が変えれるんですって。まず今これですね。そして裏がこれ。かわいい。そしてこれとこれ4種類あります。どれにしようかな。可愛いけど、また都会引っ換え楽しみたいと思います。いいですね。可愛い。はい、じゃあ3点目、これはハンドタオル。あ、すごくかわいいポケモンがいっぱいついたハンカチです。ハンドタオル、私はタオルハンカチを使う方なのでこれはありがたいですね。じゃあ4点目、こちら、これはね、トートバッグで、あ、これショルダーにもなるんだ。ちょっとお買い物行くときにはいいですね。肩掛けにもなるし、結構な量が入るかな。待ちはないけど、ちょこっとのお買い物だったらだいぶ使えると思います。表だけですね。柄はかわいい、かわいいね。はい、ではラスト5点目。あ、じゃあ違った、5点目、5点目だけどラストじゃなかった。こちらが、これは5000円の福袋にしか入ってないみたい。なんとバスタオルで大きいわ、かわいいですね。ちょっと薄手だけど逆に使いやすいと思いますね。かわいい、いっぱいポケモンがいます。はい、ではラスト、ラストじゃない、まだあった。クリアファイル A4 サイズですね。これも使える。まあ結構書類、書類には縁があるのでこれ入れて大事にしたいと思います。ぜひ使いたいと思います。じゃあ今度こそラスト、カレンダーでした。あら、かわいい。
よかった。カレンダーもまだ買ってなかったです。よかった、書き込めるし。かわいいですね、2ヶ月分ずつ。うん、あとよく見えるところに貼って活用したいと思います。はい、以上7点でした。もうドーナツだけで元取れてるので、これはもう完全に無料ですよね、おまけって感じ。すごく良くないですか。小さいお子さんいらっしゃる方とか、ポケモン好きな方にはすごい、これは欲しいんじゃないかな。実際これおまけでついてるって考えたら嬉しいですよね。ドーナツ、100円のドーナツってないですよ。でね、50個でしょ。すごくいいと思います。で、このカードなくしたりとか破いちゃったりすると大変なんだけど、スマホで登録して使えるみたい。そしてシェアもできるみたいですよ。家族でシェアしたりとか、いいですね。いろいろこうやり方書いてあるんですけど、もうすぐなくしそうなので買ってきてすぐ登録しました。良かったです。これはおすすめです。12月26日から発売で、もうなくなり次第終了っていうことなので、それで予約のできるお店、できないお店があるみたいです。確かめてから行かれたらゲットできるかもしれません。まあ、私の行ったショップは割とまだあったんですけど、これは買いだと思います。ポケモン好きな方、ドーナツが好きな方、買ってみたらいかがでしょうか。はい、今日はミスタードーナツの福袋のご紹介でした。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。